はい、プレイしていきたいと思います。7 Days to Die。というわけでプレイしていきたいんですけど、ごめんなさい。ほんとごめんなさい。録画したんですよ。実は、これの前に2本録画したんですよ。声入ってませんでした。っていうわけで、40螺旋が完成しました。めっちゃ怖い思いしながらさ、この角のやつを、なんだ、スクラップアイアンに変えたわけですよ。で、上まで来たら、あれ、来たところってやったっけ？どっからだ？そう、上、これいくつだっけ？ 10？ 13 になっちゃったんだ、結局。ちょっと上に伸びてたから。で、うわぁ、そう、こういう形になりました。一応40で全部来ております。でね、この高さどうしようかなって今思ってるところなんですよね。どこでうまい具合につなげちゃおうかと、真ん中に。いっそのことつなげなくていいかなっていうのも思い始めております。これどうなんだろう。重さいくつだっけこれの。あ、スクラップアイアン持ってきてね。持ってきてね、取るか。崩れないよな。よいしょ。大丈夫大丈夫。重さ20でしょ？で、アドビは？あー、アドビはなくなっちゃった。しまってきたんだ。20。ああ、この重さ絶対耐えられないな、これにしたら。じゃあやっぱこういう床のある層は、このスクラップフレームを入れないと無理なんだね。そうか。高さ微妙だな。13って。15とかにする？あと2個あげればいい。13、14、15、15ぐらいにしよっか。どっからが上がりやすい？まあいいや、15ぐらいにしましょう。うわ、危ねえ。あ、バカ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 。俺、こんなところ落下死とか嫌だぞ。俺、こんな落下死とか。今のところまだ頑張ってるんだからね。ほら、0キル。あ、違う、ピンだった、こっち。0です。プレイヤーキル0。そりゃそうだ。誰も殺してないよ。うん、あ、そうだ。またトレーダーを誘拐する動画があったっていうコメントいただいたんで、試すか。トレーダーをこれでやって。で、壊せるわけないよ。また癖メールですよ。いじってるに違いない。で、どうしようかな。これいくつよ、ロード。ロード65なんで3個までは乗りそうだね。32が6。なるほど。どうしよっかな。あと3マス。13、4、5。2マス。2、4が8。足りない。よいしょ。石あるよね。ポール。いや、今気づいた人がいるかもしれないけど、実は間違ってね、ピラーを大量に作っちゃったっていう事件もあったんですけど、まあね。これとこれでいいのかな？多分大丈夫でしょう。スクラップこっちに入ってない？スクラップ俺持ち歩いてたはずなんだよ。あれあったあったあった。ほら。こんなもんでいいかな、これ。あ、これね、これ欲しいかな。これちょっと、持ってっか。1.8。そう、あとね、どうにかこうにかして、やっぱりこっちにもエレベーターつけたいなと思ってるわけですよ。で、エレベーターをどうやってつけようかなって今ちょっと悩み中です。これ取ったらまずいかな。とりあえず真ん中から取っとくか、これ。4分割してしまえば。オッケー。とりあえず。これ取って大丈夫？大丈夫？大丈夫？やばくない？せー。なんだっけ、高さ覚えてないな。あ、ここでいいや、ここ。あ、違う、ここじゃねえや。これまずいかな、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 まずいかな。うわぁ!13、14、15だから、14、15。オッケー、この高さでいけばいいんだね。よいしょ、これです。これがニューラインです。ニューライン1415だから、よいしょ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 、 OK。 14、おお、押すなよバカ押すなよ、危ないじゃないか。びっくりした今。よしよし、いくぞ。ほらやった、オッケー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 。13、どこ回りどこ回り、違う、そこ、本当にそこそこそこ、ここ12、オッケー押されるのが怖い。よいしょ、よし。で、ラス1。ちょ。OK。はい、来た。これが、いい感じの、おニューな足場ですよ。ちょっと登らして。登らして。これでいいか。OK。おー、今、ジャンプして真ん中に走ってく。焦った。やってないけど焦った、一人で。OK! というわけでね、見晴らし良すぎだな、ここ。あ、そうだ。実はその2本取った後に、ちょいと外側広げたんですよ、録画外で。もうその2本も消滅したから、まあいいんだけどね。うわ、危ね。よし。よし、こんな感じでいっか、もう。いや、もう普通に伸ばそう、普通に伸ばそう。もう今後上に伸ばしていくかもしれないしね。こうしとけばいいでしょ。ジャンプして俺が入ればいいんだよ。そうだそうだ。怖え、怖い。かっこいいな、なんかかっこいいな。もう1個まで伸ばしとこう。この中途半端感がかっこいい。ここに俺に住めって言われたら住みたくないからね。住まないからね、ここは。ここはただのウォッチタワーであって、見張るだけの台だからね。よーし。で、俺さっき面白いの見つけたんだ。これ。あ、でもこれ無理か。無理だな。そうだね。これじゃない方がいいな。これ却下。意外と角危ない？危ないね。危ないね。これつけとくか、やっぱり。もう15になってる、ちゃんと。15です、高さ。違う。あ、でも今の角度のやつ使って、なんかゾンビと遊べないかな。なんかこっちおかしくね？え？伸ばしてないの？そういうこと？そういうことだね。これ。よし。どうせな、もう一周伸ばす？あ、ちょっとダメじゃん、これ。ちょっと、何やってくれとん。これダメじゃないの。ね。これダメだよ。これボツ。ここ多分延長予定だから俺。まあ今一個、これでいいか。うん。こっちの外側に柱つか、なんかつけたいよね、レール。レールって、あれではライルこれダメでしょ。いやー、それっぽいけどさ、それっぽいけど違うよね。やっぱそれっぽいけど違うよね。しかも重くなるしね。やめとこう、やめとこう。じゃあそんなこと言ってたら何もこっち置けないじゃん。しかも打ち下ろしたいし。おい、なんかダーツできそう。ダーツとかこんなところでダーツとか。結局俺は何か天井も屋根もって言おうとしたけど大体一緒だな内側か外側かぐらいで。なるほど、そういうのを作っちゃうのか。屋根もない感じのあれ結構でかいんだね。あ、でもあれに比べて今回のお仕事をお願いしようとしてるやつはいい感じの広さだね。いいね。あ、これいいな、これ。これぐらいのサイズの何か作ったら結構でかいでしょ。で、最悪、もうあっちからうわー、最悪って言わないな。最終的でもないと思うけど。トレーダーさんどこだっけ。そうだよね、そうだよね。あっちゃー、トレーダーにめり込んでるがな。しまった、そのラインダメだって、おい。あらー、そう。このトレーダーの前のラインで伸ばしとけばよかったな。まあいいか。作るときにそれは気をつけよう。そうしたら、あっちからこっちまでグワーって、こういう感じになるのかな。超でかいな。超でかいな。トレーダーの家が小さく見える、不思議。トレーダー意外と、でかいけどな。でかいはずなんだけど、こじんまりとして見えちゃうっていうね。お、なんか旗に書いてある。なんだこれ。読めない。ホワイトリバーって書いてるのかな。そうだね。多分、ホワイトリバーだね。とりあえず、エレベーターどうにか作ろう。あ、そっか。そしたらね、もう一つの試みやったやつ。あれもなくなっちゃったと思う。あれ？もしかしたらその発想の回がなくなったのかな。次回やりますって言ったのもなくなったかもしんない。面白いのやりますって言ったの。で、面白いのが、実は内側に、これとは逆巻きで作ろうと思ったんですよ。こういう感じで。多分それもなくなったと思うから言うだけ言うけど。そしたらね、こっちも置けないからね。もうその時点でボツになりました。こっち置けないっていう事実が判明して。これがね、こう3つしか置けないんですよ。こんな感じで。かといってこの真ん中の、この9マスで作ろうとしたら、支えが今ないじゃないですか。だから、崩れるねっていうことになって、ボツになりました。待って、俺今、待って、今面白いこと思いついたから、またっていう感じ。またって感じ。そう、これあるじゃない。で、これは一つのブロックなんですよね。このブロック。だからこっちに多分置け、え、これ2ブロック扱いなの？あーはー、これは面白い。2ブロック扱いですね、これ。で、これね、確かにひっくり返せるんですよ。ほら。これを、はい、おかしてよ。無理？じゃあもう一個。違う。これ。こう設置した場合、これは崩れるのかっていう。耐えたー。今の処理何？今の処理。お、すげえじゃん、これ。ちょっと新たな境地を生み出したぞ、俺。これいけるぞ。これいけるぞ。これ多分さ。ほら、ほら。あ、来た、これ。これ来た、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 これ来た。あ、ごめん。ちょっと待って、こっちじゃダメだ。こっちをもう一回再検証します。ちょ、こい。これ最初に気づいとけよかった、俺。マジか。マジか。これ最初に気づいとけばさ、あれだったな。2マス扱いなんだね、これ。これで建築するの相当ハイレベルだな。だってまずこれに置けねえんだもんな。そうだよね。で、ここが問題。あー、いけちゃうんだ。しかもこれ落ちないっていうね。あ、素晴らしい。え？あ、もう誰かお仕事してるっぽい、もうすでに。あ、よろしくお願いします。はい。なるほどね。これはちょっと面白いぞ。面白いけどいけるかな、これで。ちょっと実験してみましょうか。俺の計算が合えば、ちょっといけるかもしれないです。計算、何もやってないんだけどね。何もやってないんだけどね。俺の勘が正しければの方が正しいね。どこだっけ？ここの真ん中？ちょ、早い。そこのあれひっくり返るのが早いから分かったんですよね、私。これでいくでしょ、これでいくでしょ、これでいくでしょ。で、問題はこの後だ。これ結構これ構造的にめんどくせえ構造になるな。これはこれやめた方がいいやつだね。ちょっと実験するだけしてやめよう。これ構造的に複雑のくせに利点がないっていう謎の構造物ができるから。多分見た目もね、見た目もしょぼかったんすよ。ある程度無理やり作ったんですけど。と、逆。こうじゃない。こうです。で、こっち結構高えな、これ。こっちもまた回すのやだ。何これ、かっこいいんだけど。本当にいろんな角度あるな、これ。すげえな。すごいじゃん、これ。で、どれが正しいの？どれが正しいの？これかな？よし。で、これダメだ。ハードル高すぎる。これを利用した建築はまたいつか別の時にやろう。で、俺は大変なことに気づいた。ミスを犯した。ここじゃないんだよ、俺が今作りたかったの。逆だよ。真ん中だよ、俺が作りたかったのは。もう、レール。逆だよ。おい、なんで？どうやって来た？繋がってないでしょ、どこも。もう、ここだよ、ここ。ここだったんだよ、俺がやりたいのは。よし、違う。それ。よし。いい感じに伸びちゃったし。で。とりあえずここから全部やるか。なんでひっくり返ってるのもこんないい感じに回ってくんないのかな、俺も。俺と一緒に。で。これ。よし。これ。あ、回ってくれるじゃん。回ってくれないじゃん。こう。なんじゃ俺。じゃあ俺。で、次がこれだよ。これ絶対無理だって。角。これ。よいしょ。こうね。まずこの時点で登れねえから。アウトー。まあそれはいいとして続けるか。とりあえず続けてみるか。あ、くっつかないね。ってことはやるなら二重らせんだ。What？ はい。何が降ってきた？まあいいや。こういう感じだよね。二重らせんってことはあいつとこいつでやるから、これを消す。よし。ん？でこっちもいらないから、とりあえず分かりやすくするためにね。で、こっちもいらない。OK。これでシンプルになったんじゃない？これで今二重らせんです。で、角。しようかな。クロスボウ今いらないか。いや、クロスボウを取るのはどうかと思うぞ。よいしょ。で、ちょっとくっつかないじゃないの。だからフレームがいるんだ。で、角。あ、もうこの時点でアウトだね。残念でしたわ。完成はできない。もう何が起きてるかわからんもん。そのこと。嘘。なんでお前。はい？こいつは無敵か。おい。俺は何を壊しまくったんだよ。よいしょ。で、これでやったらどうなるの？そしたら。これゴミだよね。で、そろそろこっち崩れるわけよ、もう。で、これはまあ最初ぐらいはあったとして、最初ぐらいはあってもいいとして、これでどうなるかだよね。これでもう一周しないといけない。めんどくさいな。こうだね。今一瞬あったでしょ。ないわ。どう？いけそう？これ。さあ、どうでしょう。これは来た。マジか。あー、これ来ちゃったわ。どうしよう。マジでマジでできちゃうの？ちょっと待って、それ困るわ。困るわ。絶対見栄え悪いから。よいしょ。どうすればいいの？違う。こう。ちょっと。そう。違う。これ。そこ。そこ。そこ。違う。もう、わかんない。わかんないって。これ？違う。あれ違う。あ、これだ。よしよし。こんな感じ？で、今これどうなってるかと言いますと、真ん中抜いても、多分崩れません。多分ね。あ、崩れるかな。最初のこっちの負荷がでかいかも。こいつだけはちょっと埋めとこうか。1段目ぐらいは。ね、これでいこう。上多分どこだっけ？どう行けばいいの？なんちゅう実験して遊んでんだよ。もうフェラルだぞ。これもう、上行けないじゃん。あ、行けた。ほら。ほら、自立型階段、自立型螺旋階段。あ、これまでいけた。自立型螺旋階段完成です。こっちの下なんか入れときあげたいかな。こっちね。これ。違うな、こっちじゃないんだ。どちらかというと、これじゃなくって、こっちと、こっちだ。と、あと、こっちに欲しいんだね。目が閉まっちゃった。これだったら多分もう、ずーっといくらでも伸ばせると思う。ただ問題は作るのが超絶めんどくさい。そして謎。うわ、固まった。そして謎。外から見てみよう、軽く。よいしょ。見てよ、これもう。何が起きてるかもわからないよ。これダメだね。ダメですね。ダメですけど、この構造は、あ、水がない。この構造はなんかに使えるね、今度。むしろ、ゾンビを引っ掛ける何かに使えるかもしれない、これは。のどかは、嘘、ウェルネス下がったやないかい。ちょっと、気づくの遅すぎた。俺スキルポイントって爆発してんじゃないやっぱり。これ取っとこうか。喉の渇き遅くなりました。こんなん全部取れば取れるね。そらスチールも取れるようになったんですよ、俺。多分取ってないけど。どこでこれか。違う。ワークベンチ、スチール・スミス。コンストラクション40。コンストラクション39。あとちょっとだ。ちょっとでした。HP 回復しとこう。よいしょ。OK。で、今回はとりあえずここで一旦終わりにしよう。うわ、30分やってる。ごめんなさいね。楽しかった。まさかの発見があったから、またまさかの発見があったから。まあ、これは一旦崩しましょうか。10回崩して、ちょっと別の、どうにかしたのにしよう。本当はあれでやって真ん中にエレベーター立てたいけどね。絶対いけるから。よし。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいです。動画の説明欄にプレイリストありますのでよかったら使ってください。83だから84がフェラルだね。明日フェラルです。明日？え？本当に？マジか。何も準備してねえ。まあいいや。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。セシカでした。